駐車場が佐野の新都市、バスターミナルは、栃木県佐野市が設置し、運営、管理を JR バス関東に委託している、バス乗降場と、有料駐車場を兼ね備えた施設である。佐野プレミアムアウトレットへは、徒歩3分程度の近さである。2002年に現在地より少し離れた場所でのプレハブの、待合室と駐車場の小規模なバスターミナルを開設。 その後本格的なバスターミナル建設が進み、隣接する、サノプレミアムアウトレット内発議の高速バスの一部路線を、当バスターミナル経由としたり乗務員休憩室等を設けて、2007年1月16日より、バスターミナルとしての本格稼働開始となる。ターミナル建物は、木造平屋建てで、乗車券発売窓口と、待合室、トイレ、乗務員休憩室がある。 乗車券販売窓口では、JR バス、関東社員が高速バス乗車券の販売を行っている。バスタ新宿、王子駅から東バスターミナルまで、深夜便、ミッドナイトマロニエ号も運行されている。2021年4月1日現在、運休中郡山、宇都宮名古屋線福島交通名古屋宇都宮、郡山名鉄バス名古屋行関東自動車 関東自動車は運行支援小売山、宇都宮名古屋線を、福島駅東口、日本松バスストップまで延伸します福島、交通公式ページ、2016年9月26日、同年10月1日閲覧11月1日、運行開始、名古屋宇都宮、福島線の開設について、名鉄バス公式ページ、2016年10月1日閲覧、夜行高速バス、 名古屋線ダイヤ改正のお知らせ関東自動車公式ページ2016年9月26日同年10月1日閲覧ありがとうございます。